玉野市宇野の奥座敷とも呼ばれている鳴滝は、岡山県で最も南に位置する滝です。水量の多い時には全長50メートルを落下する急流の滝を見ることができます。ここは昔、富豪の所有する別荘地であって、最近まで自然を生かしたレストランとして営業されていましたが、現在は休業中とのことです。